はい、こんにちは、TPI ファシリテーターの、渡辺です。本日は、5月札幌、6月東京の TPI 開催を受けて、というところで、少し、お話をしていきたいなと、思っております。で、この5月、札幌で、6月東京というところで、TPI 開催してきたんですけども、まあ、率直にやっぱり TPI ってすごいなっていうふうにファシリテーターとして感じたというところが、あります。まあ、どうすごいのかというのは、これからちょっと喋っていこうかなと思ってますけど、今回ですね、この TPI 参加された方々はいろんな方々がですね参加されておられまして、まあ個人的にですね今後の成功を、考えて、参加された方というのもおられれば、一方で企業でですね、今後コーチングを導入していきたい、あるいは企業の中で自分自身のですね指導を変えていきたいとかですね、そういう方であったりとか、あとは今も実際にコーチとして活動されている方、あるいは今後コーチになるという方、といったようにいろいろな受講者の方がですね今回参加をしてくださっておりました。そういったさまざまな方が参加される中で、やっぱり TPI のいいところはそういった、それぞれ背景が違う方がこう集まっている中で、TPI 自体21人ユニットですね、このプログラムは同じものなんですけど、それぞれ の参加者の方々の違いであったりとか、出てくる意見の違いによってさまざまなですね気づきが、その場で、リアルタイムで生まれてくるというところが、あるなと思っております。本当に今回もこういう、ポイントがあったかというようなところも私自身も気づかされましたし、それはまた今後のですね TPI の中でもいろいろ気づくところはあるかなと思うんですけど、私自身もそして参加されている方も気づきの多かった、そういう開催だったんじゃないかなと思ってます。で、特にですね、コーチにもすでになられてて活動されてる方であったりとか、再受講される方という方も今回多くですねおられましたので、それぞれの方々が今回参加されて、私がファシリテーターとして見ていて、どういったところがですね参加された方自身がメリットとして感じておられたかななんていうところを、少しお話しできればと思うんですけど、例えば、もうコーチになっていると、でコーチとしてこれから活動してきますよという方々も、参加者の方の中で一定割合おられたんですけど、やはりですねこの TPI というプログラムは他にもルーターズコーチングの、ね、プログラムがありますけども、やはり何といっても、最新のですねプログラムというかルーターズと、友道博士の、最新のプログラムということで、やはりすごい完成度が高いというところで、理論的なこう理解というのを深める上でも私自身もすごい最適なプログラムだと思ってます。で今回参加された方々ですね、コーチもすでに活動されてたりとか、これからという方がおられたんですけど、やはりそういう方々もですね、やはりこの TPI 初めて学ばれると、こういうところがしっかりとですね押さえておくべきだったけど今はちょっと気づけてなかったなとかですね、そういったことが出てきておりました。例えば当たり前の話ですけど、例えばビジュアライゼーションというそういう映像化する技術なんかの時に自分のですねこう視点で、するととても重要だったりするんです。そういうところが実はちゃんと気づけてませんでしたとかっていう方も実は中におられたりとか、しておりまして、それ以外にもですねゴール設定のところだったりとか、もろもろのところで理論を、しっかり学べたというのを実際にコーチとして活動されている方、あるいは今後される方というのは非常に多く持ち帰られているご印象があったなというふうに思います。いろんな書籍とかで、このルータイスのですねコーチングの理論というのは学べますし、他のプログラムでも学べるんですけど、やはりこの21ユニットですねそれぞれ独立して学ぶこともできますけど、一つのプログラムとしての、まとまりというかですねゲッシュアルトというのも
あって、その部分で全体感ですね、やはりあのマインドの仕組みがこうあってだからこうなんだっていうところを、まあ、一つつながったというふうにおっしゃっている方もですね、あのおられたりしましたので、あのこれからあの 今まさに講師として活動されている方も、今後ですね、活動していきたいという方も、そういう意味ではあのやはり足場というかですね、基礎を固めるっていうのはとても重要だと思いますので、まあ、これまで参加された方が多くの気づきがあったように、ぜひあのそういう方々がですねおられれば、今一度あの足元を固めるという意味で、学びに来ていただけるとあのいいかなと思っております。で、あとあの再受講の方というのも、非常に多くおられまして、で、まあ、再受講ということなので、まあ、基本的にはというか全てですね、最初に受けた、まあ、ルーの話と同じテキストでやってくるんですけど、まあ、そういったあの再受講の方々も、かなりですね高い満足感を感じておられたなというふうに感じて、おります。で、なので、ぜひ、もう1回受けたよという方もあの積極的にご受講いただけるとあのいいかなと思うんですけど、特にあの多かった、声としてはまあ、いくつかありましたけど、まあ、一つはあの、まあ、いろんなファシリテーターの方のですね、まあ、そういうファシリテーターの方の、を受けると、やっぱそれぞれで、まあ、同じファシリテーターで、まあ、架け橋的な存在ではあるんだけど、やっぱそれぞれのファシリテーターの個性でその参加された方の気づきも違ったなんていう話も聞きますし、まあ、あとは受講者の方は毎回同じじゃありませんので、その中でですね、お互いの、まあ、議論であったりとか、まあ、そういった中で前回 の TPIE では得られませんでしたといったことに気づけたという、まあ、そういう声も多く出ていたかなと思います。なので、まあ、一度だけでなくぜひ2回3回とですね、再受講を重ねていく中で、まあ、その最初に受けた中では気づけなかったポイントであったりとか、そういうプリンシプルとかですね、まあ、そういったところにより深く、理解が進んでいくということがあると思いますので、ぜひ再受講のですね、方も、実際に見ていて満足度高かったので受けていただけるといいかなと思っております。なので、まあ、今お伝えしたように、まあ、コーチとしてもすでに理論を知っている、まあ、再受講の方も含めて理論を知っている、でまさに実践もしているという方々が非常に、まあ、今回、5月6月という中でいくと割合としては多かったかなと思うんですけども、まあ、そういった方々 も当然当たり前ですけど初めて参加された方も、まあ、非常に、満足度高くてですね、いい TPI 参加されている方々のおかげでいい TPI が開けたかなと思ってますので、ぜひ今この動画を見ている方の中で今まさに自分コーチやってるよとか、あと1回受けたよという方もぜひ前向きにですね、もう一度足を運んでいただけるときっと気づきがあるんじゃないかなと思います。で、各有私もファシリテーションをですねこうしている中で、まあ、一緒に皆さんと一緒にプログラムをある意味でこう受けさせていただいてますけど、やっぱりですね受けるたびに自分自身 の、まあ、エフィカシーが上がるというか、あるいはゴールが更新されるというか、まあ、そういったところを実際感じているところもあります。なので、まあ、その時その時の自分自身の状況も当然違うので、まあ、そういったことが起こり得るかなというふうにも思うんですけど、まあ、そういった自分自身の経験からも本当にですね初めての方も、もうすでに受けている方も受けていただくというのはいいかなというふうに、思ってますので、そこは強く、ですね、していきたいなというふうに、思っております。なので、まあ、というのと、まあ、そうですね、初めて受ける方はなかなか、なんていうんですかね、ハードルが自分ご自身の中で高くて、そうですね、迷われている方も、おられると思うんですけど、実はこの TPI ですね、2日間のプログラムなんですけど、とてもアットホームだというのが特徴としてあるかなと思ってまして、実際にこの5月6月で開催したTPIE も非常にアットホームな形で進んでたかなと思います。で、東京で開催したところの、
2日目のですね終わった後は懇親会なんかもさせていただいて、実際にそのプログラムを受けた後の中でご飯食べながらですね、ご自身の今後についてとか、あるいはざっくばらんに、その TPI の中身のですね、お互いに質疑というか、またそこで議論が始まったりとか、そういったこともあってですね、仲良く皆さん参加されていたなというふうに思ってます。なので最初は皆さん多少緊張してですね、当然セミナー初めて会う方同士なので緊張してというのもあるんですけども、2日終わる時にはもうファシリテーターも含めてですね、皆さん非常にいい雰囲気で、少し後ろ髪も引かれるというか名残惜しいような形で、でもお互いの、高まっているこのマインドですね、でもう未来をどんどん進んでいくなっていう、そういう実感を持ちながら、終えていったなというところがあります。なので、懇親会は、あったりなかったりかもしれないんですけど、初めて参加する方もですね、ご自身 の、 今後の、自分自身の幸せだったり成功だったりとか、そういったものを、掴むですね、非常にいいチャンスというかですね、機会だと思いますし、その時にどういう人が参加するのかなとか、どういう雰囲気なのかなっていうのは少し心配される部分もあるかもしれませんけど、今お伝えしたように本当にお互いの夢をこう支援し合うドリームサポーターのような仲間が、この TPI 参加していただけるとできるかなと思いますので、ぜひそういった方々も、ぜひ前向きにですね、ご検討していただけるといいかなと思います。で、以上のようにですね、ぜひ TPI にお越しくださいということを改めてこう確信を持った5月6月の開催だったんですけども、私自身はまた、次回 TPI さん のファシリテーションというのは先に少しなりそうなんですけども、リバティでですね、チームとして TPI のファシリテーションをやっている仲間が、東京であったりとかですね、大阪であったりとか、そういった場所でファシリテーター務めますので、ぜひ、今ご検討されている方はそちらでのご参加をご検討いただければなと思ってます。日々ですね、ファシリテーター同士でも、勉強会なんかも開きながら、お互いにお互いのその実際に開催した会の気づきなんかを共有したりしながら、より良い TPI にしていこうということで研鑽してますので、そういう仲間でやってますので、信頼できる仲間がですね、やってる他の TPI の日程も参加をご検討していただければなと思います。はい、ということで、5月6月、はい、開催させていただきまして、ぜひ皆様の、今後のですねご参加、お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。